どうも、というわけで第9回ですね。第9回は展開が変わる、頭にエフェクトをつけるといい感じになるよっていう話と、あとループ音源の使い方ですね。毛嫌いせずにこんな感じで使うといい感じになるよっていうお話をしたいと思います。というわけで、どうぞ。さらにですね、いい感じになるコツとしてはですね、こういうエフェクトの音を足してあげるんですね。小説の頭とか展開が変わる部分にですね、こういうシンバルのバーンみたいな音が頭にこう入って、これが入るのと入ってないのとだと、いうような感じなんですが、入れた状態で聞いてみると、ちょっとそれっぽくなりますよと。っていう感じですね。そこにこう盛り上がっていくように、この、こういうリバースのシンバルみたいな音を、このウッドガーンっていう、せっかくなんで、ロジックのですね、ループをちょっと使ってるんですが、効果音っていうところがあるんで、そこを見てみると、いろいろ、バーンみたいな、ドカーンみたいな、バリーンみたいな、なんかこういうのがあるんで、これをちょっと使ってみたんですが、リバースの音をですね、作ろうと思ったらですね、なんかうまくいかなかったんで、この音のリバースを作ろうと思ったんですが、本当だったらですね、ここのね、機能のところで逆方向っていうのを選ぶと逆再生できるんですよ。Apple Loops だとね、逆再生がちょっとできないのか、ちょっとわかんないんですが、キーボードのコントロールを押しながらこのボックスをクリックすると、中にですね、書き出すっていうのがありまして、オーディオファイルとして書き出すっていうのをチェックするとですね、で、一回外に保存して、さらにそれをデスクトップから持ってきて、置くと。そうすると、機能から逆方向ってやつを押すと、逆再生できますと。で、ちょっと一手間かかるんですが、こういうのやると、まあちょっといい感じになります。あとはですね、ロジックを使ってるんでね、付属のループ音源っていうのが、ロジックにはたくさん入ってまして、さっきの効果音しかり。そうじゃなくても、結構いろいろね、かっこいい音とかが入ってるんですが、もうコードが決まっちゃってると。コード進行が決まっちゃってるんで、こういうのはまあ使えないな、僕はっていう方は、ビートっていうのがありまして、こういうふうにかっこいいドラムループとかが入ってるんですよ。もともとね、この音階の関係ない。っていう、こういうのをですね、入れちゃうと。せっかくあるんだから使っちゃおうぜって。シュワ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 ってやつと、ハイハットとスネアのやつと。ドラムループとか、例えば何でもいいんですけど、思いっきりキックもスネアも、ハイハットも全部一緒になっちゃってるやつ。これ使いてえなっていう方、全然入れてもいいんですけど、こうキックをもともと自分で打ってると、こうイコライザーとかで低音をバッチリ切ってあげると、これイコライザー今振ってますが、オンにすと、この辺まで切ってあげると、そうすると違和感なくこのハイハットとスネアのこの美味しいとこだけもらっちゃえるっていう、こういう小技もあるんで、しっかりと低音を切ってあげましょう。飾り立てるような感じでね、軽く薄めに入れてあげるといい感じになります。これエフェクト入ってますので、これ全部オフるとこんな感じです。あ、で、このね、このシンバルにですね、このディレイとかを入れてあげるとちょっといい感じになります。このインパクト系、この頭のでかいボーンってやつですね、意外と生の音だとですね、低音バリバリ入ってるんで、こうね、こうボーンっていうイコライザーとかね。で、手を切ってあげて、で、さらにステレオディレイとかかけてあげると、こう、音の広がりが。プリセットでいいと思います。低音切ってあげて、で、ディレイとか、で、リバーブとかも入れてあげたりとかね。まあ、お好みでいいんですが。っていう風にやってあげると、ごめんなさい、画面がちょっとちっちゃかった。っていう風にやってあげると、まあ、いい感じになります。
というわけでそんな感じでございました。次回は、ちょっと考えてないです。まあでもここまでできたらいいんじゃないですか。ループ音源の使い方とかエフェクトの使い方とか、ちょっと今考えてんのはですね、シンセの音作り的な、たくさん動画が上がってるんでお好きなのをやってもらえばいいと思うんですけど、そのなんだろう、基本みたいな、シンセってこういうもんなんですみたいな、そんなのとかできたらいいかな。あとはあのギターとか卓録じゃないですけどやったりするんですけど、その時どうしてんのかっていうのとか、あと電子なドラムじゃなくてリアルのドラムの打ち込みはどうしてんのかっていう、この辺の話もちょっとできたらいいかなと。生のバンドみたいなドラムのやり方とかね、という風に考えております。ちょっとまだ未定です。なんかあればやっていきたいなと。というわけでそんな感じでございました。ありがとうございました。